真夜中の吉野川橋。冷たい風が吹き抜ける川面にオレンジ色の明かりが浮かんでいます。真冬の風物詩、シラスウナギ漁の光景です。海から遡上したウナギの稚魚をライトで引き寄せ網ですくう景色は、徳島市が誇る景観や文化をまとめた徳島市民遺産にも選出されています。この季節を心待ちにしていたのは漁師さんだけではありません。カメラが趣味の皆さん、県内外からシラスウナギ漁を撮影しにやってきます。寒いです。2時ぐらいから来て、で、あの大橋の方行ったりとか、サンライズの方行ったりとかしながら最終ここに行き着きました。新月でしょ、今日は。だから月明かりがないので、あの水面がキラキラ光らないので撮りやすいということで、たくさん漁師の方が出られるみたいなんですけどね、まあ一つぐらいはなんかいいポジションがあるかなと思って。人々を魅了するふるさとの景色、いつまでも残したい絶景です。吉野川のシラスウナギ漁は4月中旬まで続けられます。